ヨハンガ・スタイガーは、ドイツの科学者、ケモインフォマティシャンである。これらの分野の様々な書籍を執筆、編集している。ヨハンガ・スタイガーは、ルートビヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン、チュー立ヒ効果大学、チューリ立ヒ大学で科学を学んだ。1971年に、ルートビヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンで、有機科学の PhD を取得した。1972年まで、 カリフォルニア大学バークレー校で博士研究員を務めた後、ミュンヘン工科大学にアシスタントプロフェッサーとして着任し、1979年にイバール・カールウギの指導の下で教授資格を得た。1994年から2007年までフリードリヒ・アレクサンダー大学エアランゲン・ニュルンベルクのコンピューター生ミセントラムにおいて教授を務めた。百九十七年、 コンピューター生味セントラムで開発されたソフトウェアを流通するため、モレキュラーネットワークス社を設立した。ヨハンガスタイガーは、ケモインフォマティクスの先駆者の一人である。主な研究的興味は、医薬品設計、化学反応のシミュレーション、文工学のための機械学習、化学における、ニューラルネットワークと遺伝的アルゴリズムの応用である。1979年、 ヨハン・ガスタイガーとマリオ・マルシリーは分子中の原子部分電化の反復計算のための手法を発表した。この論文はガスタイガーの論文の中で最も引用回数が多い。1987年から1991年までケミンホーム RX データベースの開発のプロジェクトマネージャーを務めた。1985年からガスタイガーのグループで 3D 構造生成プログラムカリーナが開発されている。ガスタイガーは科学におけるニューラルネットワークの使用を切り開いてきた。今日ニューラルネットワークがケモインホマティクスにおける標準的手法の一つであることは主にガスタイガーの貢献による。ありがとうございます。